そうでしょう、そうでしょう。さあ中へどうぞ。ここであればとりあえず雨風はしのげるはずです。私は調べ物に戻りますので適当に過ごしていてください。学園内はうろうろしないように。では。コウモリが水鉄砲を食らったみたいな間抜けな顔してるんだぞ。俺様の手にかかればもう一度学校に忍び込むことくらいチャラいチャラい。ちょっと外に放り出したくらいで俺様が入学を諦めると思ったら大間違いなんだぞ。単純な話なんだぞ。俺様が大魔法師になるべくして生を受けた天才だからなんだぞ。いつか黒い馬車が迎えに来るのを俺様はずっとずっと待ってた。なのに、闇の鏡も見る目がねえんだぞ。だから俺様の方から来てやったってわけだ。俺様を入学させないなんてこの世界の損失だってのに人間どもは分かってねえんだぞ。冷たい。天井から雨漏りしてやがるんだぞ。また水が降ってきた。俺様のチャームポイントの耳の炎が消えちまう。こんな雨漏り魔法でパパーッと直しちまえばいいんだぞ。ってお前魔法使えねえのか。パパー使えねえやつだぞ。え、手伝いって。いやなかった。俺様はちょっと雨宿りしてるだけのタモンスターなんだぞ。ツナ缶も出ないのにただ働きするのはごめんなんだぞ。久しぶりのお客様だ。腕が鳴るぜ。何大騒ぎしてんだ。お化けここに住んでた奴らは俺たちを怖がってみんな出て行っちまった。俺たちずっと新しいゴースト仲間を探してたんだ。お前さんどうだい。大魔法師グリム様はお化けなんか怖くないんだぞ。どこ見てるんだ。こっちだこっちだ。ちくしょう、出たり消えたりするんじゃねえ。うるせえ、俺様に指図するんじゃねえんだぞ。俺様は天才なんだぞ。こんな奴ら一人でも。お前らたくさんいて卑怯だぞ。おいお前、お化けがどこにいるか俺様に教えるんだぞ。あっちょ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 、よし、この調子で全員追い出してやるんだぞ。